身長ビヨン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊で、ね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長動画した人はチャンネル登録よろしくお願いします。ということでズバリなんですけど、15歳以上朗報ピポーンってことですね。今まで身長先生の身長診断に関して15歳0ヶ月未満しか受けませんよというふうにお話をしていました。でまだ、正式にオープンっていうわけではないんですけども、何人か、サンプルデータを今から取りたいと思ってますので、15歳以上の方でもまだ私万熟だよとか、まだ伸びてるよとか、そういった人が特に対象なんですけども、身長先生の身長診断を受けてみたい人を募集しています。でそれは具体的に言うと、まあ、15歳0ヶ月未満が基本的に対象なんだけど、15歳0ヶ月以上でもおそらくなんだけど、まあ、30人に1人とか本当に50人に1人とか場合で100人に1人ぐらいのペースだと思うんだけど、それぐらいここに関して言うとまだ、治療したりすると伸ばせるっていうような可能性があると思うんです。なのでそういったのを探しに行くというか、諦めずに見つけに行くというか、そういったのが今回の目的になってて、まあ、実際こういうふうにご応募いただいた中から何人中何人ぐらいがそういうふうに治療可能性があるのかなって、そこのデータを取るのが今回の目的になってきますので、15歳以上でもね、身長まだ諦めたくないよっていう方、そういった方はぜひご応募お待ちしております。でこの身長先生は身長診断何人やるかというそこを説明させていただくんだけど、これはそもそもなんだけど、あと何センチ伸びるかとか、そういったのが分かります。まあ骨端線が空いてるかどうかとか、あと採血だと皆さん知ってるかもしれない ALP っていうのとか見て、具体的にあと何センチ伸びるのか、そこを見ていきます。通常で15歳以上だと結構厳しい結果になってくるので、厳しいお伝えになることがほとんどだとは思うんですけど、まあその中でも我こそはという方ね、そういった方に来ていただいて検査をして、まああと何センチ伸びるか、あと具体的に治療ができるのかできないのかとか、そういったところも判定していくのがこの身長先生の身長診断の役目になってくるので、15歳以上でもね、まあ本当にあの禁断の身長診断っていう名前にしようかとか思ってましたけど、まあ本当にその15歳以上の禁断の身長診断ね、ぜひ受けていただける方いればご連絡お待ちしております。本当にこれ期間限定ですので、まずは、今のタイミングでご応募いただくことをお待ちしますね。公式 LINE の方にね、ぜひご連絡お待ちしております。それではまた。